ありがとうございます。こんばんはです。今日はちょっと雨模様ですね。この雨で桜が散らなくてもいいんですけども、今週末、24度まで気温がありますので、桜の見どころとしては、マックスの日になるかと思います。まあ、各地によって、そのマックスの見どころというのは変わるかと思いますけども、都内では今週末が本当に最後かもしれません。今回ですね、長く愛用したバイブルスタイル手帳ですね、本当に心地よくてですね、持ってるだけでも安心感があります。しかし時代を逆行するこの分厚さ、どうでしょうね。まあ、本当にこのバイブルスタイル手帳がポンと、テーブルにあるだけでも何かこうしっくりする。このバイブルスタイル手帳、ちょっとリフィールがですね、なくなりましたので、ちょっと、まあ、差し替えも含めて、リフィールを補充したいみたいと思います。では、スタート。いつもですね、バイブルスタイル手帳、こうして、まあ、膝に置くシーンも使っています。また、電車の中で、カバンを、まあ、テーブル代わりにして、そっとカバンの上に置いて、そして、いつものこの単行本ですね、日々これ口実を、読んで、少しちょっとその日の一日の、ヒントになったりという形もしています。また、何かアイデアを思い浮かべるとスケッチをしたり、また確認事項を、確認したり、時には、前の書いた、スケッチですね、こういうものを、見ることによって少し、テンションを変えたり、また気づきも、思い浮かべて直したりします。非常にそのこのスペースというんでしょうかね、電車の中でも、カフェでも非常に心地よい、感覚で使っています。テーブルの上ではこういった形で、まずは前は美しくですね、カチッと感が現れるかなと思います。本当にこの単行本ですね、パッと開いたところで、何か一節を読むだけでもですね、非常に、私にとってはですね、何かその時の、ヒントであったり、また学びというものも、たくさん、いただいてます。たくさんの本物を見ること、大事な一節ですね。こうしてですね、メッセージ的な形で読み返しています。この表紙は、手書きの自作で作った表紙です。そして元から、前の使っていた手帳のですね、ベースに入ったワイドファックスさんの表紙、こういうのも、きちんとこう残すことが私は大好きなんですね。で、いつも愛用しているこの少し固めのですね、前に紹介したよし、こちらもですね、カード的に、使っています。結構そのスケッチブックのような質感のですね、硬さです。通常のページは本当に、ペラペラの、1枚、いつもですね、この、小口紙の端はですね、金の、アッシュフォードさんの紙を使っています。で、少し、大切な時には、このハードな少し固めのですね、用紙をですね、使うことによって何かまた違った、感覚で物事を書けるので非常に気に入っています。これで非常にすっきりしますね。
時折ですね、結構使用した紙をチェックして、それが、まあ、いらないものは、省くようにしていますが、なかなか物件が止まっているのも結構あるんですね。この辺はちょっと削除しましょうか。たまにこうして整理しないとあれですね。最後のページ。こうしてですね、どんどん省いていくことで、まあ、より、頭の中もすっきりするかなと思います。止める時間って本当に大事ですよね。そしてまた、容量ですね。で、減った分ですね、ちょっと今見るとハッシュフォードさんのリフィルがもうなくなっていましたね。また糸江さんで買いたいと思います。このようにですね、非常に薄くなったと思います。まあこれでも分厚いかと思うんですけども、こうすることによって非常に、すっきりした時間となります。皆さん、まあ、いろんな手帳を使われているかと思うんですけども、まあ、どう、ストックしてどう新しく、差し込むかっていうものもこのリフィルの唯一の醍醐味かなとですね。そしてこのリフィルをですね、また別の、ところでまとめてですね、まあ、何ヶ月かあるいは何年かストックしてまたその資料を読み返す時もありますし、そのまま破棄する時もあります。それがこのバイブサイト帳の本当に最大の特徴かなと思いますね。そしてまあこのようなスケッチとかメッセージもですね、こうして読み返すことによって、まあ、またこういうまあデザインを商品化しようかなとかですね、ここでまあこう感じたなっていうのも、非常に思い起こすっていう操作もですね、このバイブルサイト帳のいいところですね。どうしてもこういうスケッチとかアイデアはこのノートとか、打ち合わせはこのノートとか、結構、
結局枚数が増えると思うんですね。でバイブル生徒長はこうして、スケッチなどを残しておくことができる、あるいは、もうこのスケッチなんかはですね、何年前でしょうね、2年3年前のスケッチなんですけども、こうして、残しておいて、まあ、こう感じたなというものをまた自分の仕事に生かせたりします。これがまたいいですよね。このリテロリフィル、結構これ厚手なんですけども、書き心地は非常に良くて、ちょっとだけ書いてみましょうか。もちろん、ペンを、選ばないで万年筆でも、結構何でもしっかりと書けるんで気持ちがいいですよこれ。一日これ後日、なんていうんでしょうね、結構ザラザラな紙なので、この紙と芯がですね、当たってる感触っていうのが心地です。まあ、いつもよりは少し、太く描ける、まあ、ザラザラな紙なので質感ですね。またバイブス手帳さらに愛していきたいと思います。はい、今回はバイブス手帳を使います。まあ、このテーマをですね掲げてから非常により、愛着が湧くような感じです。今まではですね手帳というと単に、まあ、憧れのあっていろんなものを使ってきました。もちろん使いこなせなくて残念もしましたけども、もう一度この昔使っていた手帳を出してきて、使ってみると、まあ、意外に、長く愛しています。皆さんもですねどういった手帳をお持ちでしょうか。このバイブス手帳のやはり役割はですね、こういったリフィルでですねいつも気持ちを切り替えることができる。そして結構 2,3 年前の書いたスケッチも保存することができる。そして持ち運ぶことができる。それが私にとって非常に大切な行為ですね。でもう一つ、頭の中をですねすっきりさせる意味でもですね手帳というのは非常に大事かなと。何か一日の中で、もうもうとしたものがあったり楽しいことがあったりすると、それを、まあ、一旦、アウトプットすることによってまた容量が増えますよね。なのでそういった役目が、必要になると思います。皆さんぜひ手帳そばに置いてみてはどうでしょうか。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。